はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、グースグースダック。今回の役職は、霊媒師っていう、死んでる人間の数を知ることができるっていう風な役職と、セレブっていう、死んだら追されるやつと、冒険家。このマップ特有だと思うんだけど、罠によるキルを無効化できるっていう役職と、人狼側は、忍者っていう2匹同時にキルできるっていう、なんか強そうなやつと、アンダーテイカーっていう、なんか死体を引きずって運ぶ。これギャグですね、これは。これは面白いだけ。で、アサシンは、プレイヤーの役割当てたら、まあ、プレイヤーキルすることができるっていう感じです。はい。なんで、いきなり私セレブですとかで言い出したら、死にます。気をつけてください。ちゃんと死にます。覚えておこう。セレブ死ぬんだ。違う、セレブじゃなくて、アサシン死にやすい。話理解できないな。いや、ディディは多分、まあ、もう、とりあえず黙っとけば OK。黙って逃げ回る。私セレブです。私セレブです。セレブです。うわ、声がセレブだ。うわ、セレブの人の声だ。これなんか、罠がどうこうとか怖いな。いいか。いいじゃねえか。行こうぜのじゃじゃ。来るな、お前サイコパスだからお前やらんだけど、怖いんだけど。やらんだけど。え、コウさんまだリスにいたの？コウさんまだリスにいたの？怖いんだけど、やめて、本当にやだ。俺死ぬ。俺あーもう死んだわ、あスミコ来たから死んだわ、これもう。あピカチュウ見てて、俺のことピカチュウ、ピカチュウ俺イニンと一緒にいるよ。じゃあ、うん、なんかもう、なにこれ、なにこれ、モグラ叩きか。ほらほらザコが、あ禁じられた通路封じられてますね。あれはルピ、なにこれ、あなんかこれなんか、月さん中入ると扉閉めれるんですよね、ここ。無理無理無理。あ、俺ここ助かる。なんだこれ。壺か、え壺あったらルピー出てきた。ルフィ？ルピー、ルピー。あー、ルフィね。英語翻訳でルフィ、ルピーになるよな。うぅぅぅぅぅびっくり、びっくりした、今。あその人狼おい引きずり回しとるやんけ。なんか落としたくない？はいはい。やられると思うよ、こっち側に。お、来た。お、うわ、めっちゃ死んでる。やばあ、はい、僕、コノさんを4か、ね、埋葬室の右下のあたりで見つけました。埋葬室、埋葬室と一緒に中央か禁じられた通路の、なんか見つけた人いたよな。俺、ノジャさん、コノと一緒になんか見てる人いたよね。その直前に僕ら、埋葬室にいて、カエルと、うん、コノと僕とそれ上に行った人たちじゃない？俺キャンプ場から生贄の祭壇行って礼拝の堂に行ったけど、陰キャ転生生贄の祭壇のところ行ってない？今俺礼拝堂、礼拝の心からすれ違ったっすよ、さんと。うん、俺もすれ違った方は行ってないっす。生贄の祭壇までじゃあ陰キャ転生たどり着いてないってこと？いや、ついてクーサとそこですれ違って俺キャンプ場に行った。だからクーサと、じゃあ上から来た人は見てないってこと？上から来た人見てないし、ディディ、あそこ突っ立って何してたの？え、ディディは後から、キャンプ場左ら辺で突っ立ってたの何なの？え、全然マップ確認してたけど。いや、なんかお前なんかさ、見張って、なんか死体見張り役みたいな感じの。いや、陰キャ転生、ディディは違うよ。ディディは陰キャ転生の後から追っかけてっただけだよ。多分。俺、陰キャ転生の後にディディとすれ違ったはず。え、これ、クンさんはディディ囲ったんじゃない今。いや違う、そう、いや本当に、ちゃんと聞いてほしいんだけど、陰キャ転生とすれ違った後、ディディとすれ違って、その後の人狼3だから普通にカバイあるの意味わかんない。そこら辺、そう、俺ディディと出会って、死んだ。え、死んだ。あ、違う、これあれだ、これもう釣られそうだから密告したんだ、自爆したんだ。なるほど。じゃあクーさん釣ろう、じゃあクーさん釣ろう。いやいや、なんでそれだったら、それだったらしないだろ、それだったらディディ死なないだろ。え、これどういうこと、これ何、これ何が起きたの？ラインわざと切った可能性もあるけど、アサシンが当てられた説もあるけど、ちなみに多分今の、いやいや、当てられたのは絶対ない。これで絶対ない、だって分かんない。
いや、ちなみに、あの、僕直前、あの、死体見つけたやん。かまってたクーさんじゃん、これ。何の努力これ、何の努力。いや、これはアサシン、アサシンで失敗したらなるってやつ。そうそう、アサシン失敗したら。え、これ、え、普通に。いや、ちょっと待って、いや、野沢、野沢、話聞けるの邪魔しで、ディディ、ディかまったわけじゃなくて、後から来たっていうふうに言っただけだから、何の意味もないから、別にその発言に。インカ転生の後にディディとすれ違ったって言っただけだぞ。スキップ。ちなみに僕は長月をすごい怪しんでます。はい、なんで一緒にいたじゃない。死体見つける直前長月さんがいたもん。長月入れます。わかんないはずじゃん、でもクッさんじゃったと。長月入れます。え、マジ最悪。なんかのじゃじゃ、それ別に、ただ本当に真実言っただけなのにマジか。ただ、ただ真実言ったのに。もぎもぎもぎ。ディーディ最悪、お前マジで最悪なんだけど。ちなみに俺ウマヅラ入ってるやつだな。しかも知るタイミング最悪だから。てか投票されればよかったのに。マジで最悪の知り方してるから。あ、そっか。え、だってそ、え、じゃ何予想でやった。なんかボタンあったから適当に押したら死んじゃった。やばすぎマジで。いや、アサシン、アサシン、マジでサルじゃん。ただのサルじゃんやってること。マジでサルとか小学生みたいなボタンあると押しちゃう。いやいや、あのアサシン、アサシンのなんかちゃんと役職説明読んどいて。やっぱさ、え、じゃあ俺が、俺はディーディがなんか死体見張ってるっぽかったっていうのが当たりってことでいいよね。で、焦点で、多分そうだと思う。で、焦点で死んでて、え、でもみんな上の方にいたんだよね。じゃあクーンさんもキャンプ場で焦点で一緒にやってたわ。じゃあクーンさん間違いないわ。だからだいぶ今余裕あるよ。え、もう二人殺したと思ってよくて。他に見てたやついる？ピカチュウ。あ？それで。俺を？他近くにいたやついる？いや、もう直後に停電した。だから俺一人しかいなかった。で、あの俺はセレブだから、あのマジで間違いないと思っていい。ああ、もう確かに今優勝したタイミング。今のゲーム終わらない釣りで、まあ、ノジャとインキャさんがそのディディとかクンさんの釣りに導いたから。馬空長月ひまじの中からで、長月でしょ、まあ、俺もノジャと長月お前でしょ。俺は一緒にいたから。違う、やってないやつ。グス、死体をここで見つけたんやけど、その直前だって。クンさん投票に。あ、てか、俺タスクやってくる。俺タスクやってくるから会議しといて。はい、はい。あ、ちょ、ひまじ行くな。はい。あ、これやる、揚げ2個、揚げ2個。肉入れないとまずいわ。肉入れる、肉。肉どこにあるんだっけ？何これ？俺今普通に近く今野じゃ拾ったから他のやつ入れて入れて。何欲しがってる？あった、捧げ物。めっちゃ捧げ物いっぱいある。めっちゃ捧げ物いっぱいある。そこら中に落ちてるじゃん捧げ物。さあ、神が欲しい捧げ物は何かな。え、これか。あ、これ探してこなきゃいけないよこれ。うん、探してこい。こっちにある。お、はぐれた。大丈夫かな。インキャさん生きている。え、ひまじんさんは？ひまじんさんは？長月？長月？違います。ちょ、これどこで開始するのこれ？これどこで会議？あ、ひまじんさんいるのかお前。あ、ひまじんさん。ごめん。あの普通に肉探してた。なんで一人で俺？いや、もう、あと一人類やから、嘘だな。だいぶ、いや、肉探してたわ、嘘です。だいぶ肉探して、あの、マイクの、あの、音量グーってなったから、あの、抜き差しして、マイク設定直してた。黙れよ、ジンロー。うるさい。いや、でも、長月な気しなくもないけど、てか、馬面は、と、なんか、報告しないと思うんだよな、その状況で。見張ってただな。なんか、馬面さんがさ、あ、取れない。直前までこの人たちと一緒にいてみたいな、うん、え、これうなずらじゃないのって一瞬思っちゃったから。だから暇人長月のどっちかだと思うんだよ。暇人さん、え、これさ、どこで鳴らせんのこれ。はい、何が鳴らせる場所どこ。これ会議鳴らせ、何がだから会議知らない。なんだもう話になってますか。死体左側にさ、アドミキのゲージがあったじゃん。いいぞ。いいぞ、頑張れ、マジ。引きずる意味あるか、それ。おい、引きずる意味ないだろ、それ。とりあえず、なんとかして隠すのか。よし、着いた。のじゃか、この音。陰キャさん死んだ。は、また入った。ああ、離れると暗い。暗い。あ、戻っちゃった。めっちゃ端っこに連れてった。でもまあうまいアンダーテイカーとしての活躍は見せた。あれ、2人固まってた。だから暇人と陰キャが
いや、僕結構長い間一人になった。あれでしょ、あの、死亡通知ってた時でしょ。そう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 、うん、え、誰が死んでるかちょっと確認したいんだけど。いや、陰キャさん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 。あ、ごめん、間違って会議をしちゃった。なんだこれ、なんだこれ。いや、いや、いいと思う、いいと思う、いいと思う。え、誰が死ん、あ、ピカチュウ。あ、暇人でしょ。行かないと。暇人じゃない。なんで、なんで、なんで。いや、どうなんだろう、わかんないな。いや、てか、今、状況的に暇人じゃね。どう、どう、どう。暇人さんか、僕かでしょ、今、最後いたんで。最後4人こっちいたんですけど、はいはい、暇人だけいなかったんだよ。え、ずっといたの、それは。俺普通に一人でタスクやってた。どこにいたの、どこにいたか言ってくんない。あ、じゃあ暇人。俺、焦点。じゃあ暇人で、左側なら。俺、その直前に俺、焦点の方通って。ね、馬面は白だから大丈夫で、別に何も言わなくて。長月か暇人なので、絶対に。うん、状況的にわかる。でも、のちゃじゃも右の方からすれ違ったから違うんで、多分。じゃあ、のちゃじゃ起動し、あ、馬さんが言ってんのは、まあ、違う違う、時間が経った、時間が経ったとかどこじゃなく、多分見張ってたなら、DD が。普通に報告しないはずなんで、人狼だったとしたら。違う？うん、まあ、そうだ、それが。うん。でしょ？だから、馬面は白ね。長月が暇人なのって。で、この状況的に多分暇人なんじゃないかって話。だから、馬面くんが言ってんのは、それめっちゃ前の時間のことを言ってんの。俺、だからほんまに関与してないの、それ。今、左でしょ？だって。おう、え、それが一人で、一人で行動してるのは暇人なんじゃない？なんで、じゃあ長月さんも一人じゃん。で、陰キャさんが左にいたっていうのは本当に序盤の序盤の話なのよ。これ長月途中で見たんだよ、暗闇の最中。暗闇の最中長月見たんだよ、一回。長月と馬面かちょっと色合い的にわかんないけど、まあ多分どっちか見たんだよ。いやいや、どっちか死んでるかなと思って。僕。あ、オッケーオッケー。まあでもどっちでもいいや。どっちかが死んでるかなと思って、下見に行ったらどっちも死んでなかったから、まあこれ状況的に多分暇人なんだと思う。じゃあ死んでないよ、それを根拠にするのは薄い。客観的俯瞰的に見てほしいのよ、俺。死んでるのはピカチュウで。死んでるのはそうだけど、左側にいたっていう情報自体がもう相当前で薄いのよ。わかる？いや、合ってないんだって、ピカチュウとは。普通に。だから普通にタスクやってたんでしょ。じゃあ、会った人いること4人の中で。決まり。いや、それで、あ、だからタスクやって、全然この人数やで。このでかいマップやで。まあでも、あと一郎なんだから、多分暇人か長月つればいいから。まあ、そうだ、正直それでいいと思う。じゃあね。まあ、これは DD が悪いね。これはしょうがないかも。多分。あ、終わった？ごめん、水取りに来た俺。終わった。どうだ？どうだろうな。あ、終わった。いや、頑張った、頑張った。暇人は頑張った。いや、暇人は頑張った。これ、DD がゴミです。DD がゴミ。DD がゴミ。俺、ちなみにボタンあったから押しただけで。いや、違う、DD、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、マジで、それ、アバンガスとかだって許されないトロールだから、ちょっと待って、ちょっと全部説明する、DD に。じいさん、右上で役職の愛のところで説明が見れんのね。え、読めないよ、これ。いや、なんで？英語だからでしょ。日本語にできる。日本語化できるのがちゃんと書いてある。もうやめろ。やめろ。で、これから。え、DDD、日本語、日本語、日本語もいいから、猿は早く変えてこい、日本語に。え？日本語に変えてこい。Can you change to Japanese？おい、日本語変える、わかる？日本語に変える、わかる？タイトルに戻れ。タスクセレブ、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 トイレ。俺、敵横になってるわ。敵横。敵横でーす。敵横でーす。何してんのあれ。うわ。セレブとか言ってる暇あったら、もう、これ全部、もう、即タスクっすね。あ、俺の頭が！これ、即タスクや。最悪だね。今さ、はい、今 DD 中入ってたよね、この中。え、ごめん、見てなかった。ヘッドホンつけてて。いや、入ってた。入れんの？ごめん、ごめん、馬面吐き、私は何も見てなかった。何してんのこの二人。真剣な向き合いが起きてんのこれ。何してんのこれ。いや、俺は向き合ってる、敵横に。まだやってんのか。敵横がトイレ行ってるから俺が守ってる、守護神してる。え、敵横を守ってる俺が。え、俺がクーサー見てる。通れないとこ何なの。
おお。来い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 。この移動。ああ知ってる知ってる。おおお。はい。ほう。じゃあ一人陰キャさんだけ。はい、どこ？場所は噴水の左の部屋。玉座とまた噴水の部屋の間。停電の時にちょこちょこ俺とイニに動きながらの通報なんで、俺でもイニでもないの確か。うん。多分デキオコも違うでしょ。いや絶対違う。俺とデキオコ、デキオコ取りに行くって言うから俺最初重なってあげてたずっと。クンデキも違うね。うん、もう絶対違う。のじゅじゅどこ行った？のじゅじゅどこ行った？俺は最後埋葬室でこの多分いたと思う。いやのじゃじゃ。あ本当最後だからなんとも。埋葬室。キルされてから時間経ってるそれ。わかんない。いや、わからんっす。あー、じゃあ、停電が始まったぐらいのんじゃない？停電中じゃない？いや、そうそう誰がどこ行ったとか、どういう…俺は埋葬室からあの、トーマス君たちをすれ違って右行った。右下の。うん、右下に来たのは、暇人確認できる。俺がいた。あ、じゃあ暇人さんは大丈夫。うん、訓練長でしょうか、うん、そうそうそう、あっちの方でタスク、最速で全部やってた。で、長月さんは僕は最初に訓練所の方行った後、そのまま聖生贄の祭壇通って礼拝堂の左上行った。多分長月のは合ってると思う。長月は割と早めに来てる。最初礼拝堂の左上、最初位置そう礼拝堂の左上。あ、じゃあギリギリ見えなかった。長月おっしゃるんじゃない、違う気がする。いや噴水の下のところ、噴水とどこの間、まあ、今のキルで別にもう一回押したところで別に議論進まないと思う。何もできないと思う、うん、このキルは関われないんだろうなっていう人を自分なりに見つけておくといいんじゃない。うん、まあ出来横だろ。今度ない。暇人とトーマスがすれ違ってってことで、暇人もまだありそう。私そんなに動いてない。ウマヅラハギとなんか埋葬してる。その後のタスク、あのジャジャがいるとこぐらいで。あ、スキップっすよ。はい、あのさ、スキップっすよ。はい、大丈夫。今さ、今言っちゃっても間に合う。今言って言うんだったら。ギーディがさ、祭壇室の上の禁じられた通路スーって入ってったよね。え、入ってないよ俺。え忍者じゃねえかなって、ってあの見て思ったよ。忍者とかじゃなくて人狼しかできない。てたそれ。あ、そうなんだ。このさん、いや、俺入ってないぞ、そこ。ごめん、私ちょうどそこ、びっくりした声。うん、ね、びっくりした声は聞いた。わ、割と初見殺し的なあれはあるか、それは。おー、ルーブの時間やらかしたのか、ディディ。またゲームルール把握してない子がいるね、ディディ君。またやらかした。お猿さんはゲームがわからないのかな。お猿さん、取れるわって。お猿さんは無理かな。やったね。お猿がデキオコさんとライン繋いでたことも俺は聞き逃してあげるわ。一回だけ。デキオコさんちなみに白なのは。俺はトイレ行ってたじゃん。トイレ行ってた？お猿さん？え？ちょっとデキオコちなみにお猿さんつろお猿さんつろこの。ボタン。え？お猿さんだっけ？速攻する速攻。デキオコ俺ら2個1で今回は。あ、今回は2人で1人そう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 行かないと。はい、最初はい、最初で、はい、じゃあ D に移りますか。俺連打負けたわ。でも連打負けたわ。今更全然はタップすぐの負けてるよ。まあ、あの黒いモヤモヤみたいな通路は人狼しか通れない。そう、人狼しか通れない。お猿さんに人狼ゲームは難しかったみたいだね。じいさん、俺はね、ちなみに俺セレブだよ、ちなみに。あ、俺もセレブだよ。俺もセレブなんだ。いや、俺これ当てるからな、マジで。俺当てるからな、これ安心で。なあ。じゃあ当ててみろ、当ててみろ、ディディ。ディディ当ててみろ。セレブを当ててみなさい。僕はセレブじゃないです。当ててみろよ。当ててみって。これ、過激系さ。アサシンザルや。ディディ今回はアサシンじゃない。東京ザル。さあ、来い、さあ来い。アサシンザル。アサシンザル、早やれ。アサシンじゃない。アサシンじゃない。あ、死んだ。お疲れ。お猿さん、お猿さん、お疲れ。スキップで。あ、てかさ、ディディアサシンだったらあれか。え、もう、もう、役職全員行っていいんだから。役職使用できるじゃん。で、使用したら、レバイシは行っていいでしょ、これ。レバイシは。俺、レバイでーす。はい。抜かれない。抜かれない。よし。え、もう、セレブも行っていいんだよ、別に。冒険が。はい、セレブも。役ないでーす。え、セレブいないの？名乗り出ないの？意味ないの？セレブ、名乗り出ない。セレブ。え？そう。いや、そういう人噛まれた時分かるから。そういう人噛まれた時分かるからいいんじゃない？名乗りじゃなくて。まあいいけど、いや多分のじゃじゃがセレブだわ、これ。俺は分かる。こういう時、こういう時。自分のキルが来ちゃうから言わないっていうのも一つの手間の気がする、確かに。隠し子3人で動けばまあもう基本的に。隠し子2で動くよりも。人狼ちつってるから3人で隠し子で勝ちだから。ディディタイトロールじゃん。いやだからディディもう終わりだよ。お猿さん。お猿さん、お猿さんに人狼ゲームは難しかったみたいだね。もうお猿さん
さっきディディが言ってたんですよ。釣られそうになったら俺役職あるよって言って役職釣ろうって言ってたんですよ。え、俺セレブですって言って、そんなことない俺がセレブだって言ってきたらバーン。そうで、そいつバーンって言って一人持ってくるって言ったんですよ。キモ、そんなセレブをするわけできたろ。なんだこのタスク、おい、このタイルはめるタスクなんだこれ、バカだろ。まだ幽霊に、まだ幽霊に。オッケー。何これ、マッチ火つける。マッチ火つかない。あ、ついた。あ、ついたついた。え、ガチでこのタスクわかんない。もう一生クリアできないゴミタスク来た。ガチ見よう、このタイルなんだよ、マジで。どうしよう、じゃあ、クンさん、俺がキーだ。ガーマジ、あ、ダブルキルなの。これは忍者、忍者できよこ。いやーすげー。カエル嘘ついた。あ、カエル嘘ついたよね。誰か死んだ。え、俺冒険家で。マチャカリ冒険家って言ってなかった。マチャカリ。ああ、二人魂死んでる。二人魂死んでる。忍者がキルしてる。忍者がキルしてる。マチャカリいない。はあ、どうしようかな。あと50秒か。ボタン、死体探す、死体探す。え、死んでる。おい、出来長じゃない。ほら待って、出来長じゃない。いや、出来長じゃない。これ多分多分俺長月忍者だと思う、これ。まあ、違うんだけどね。魂の死んだ数が、まあ、忍者でやったか。あ、うん、まあ、どちらにせよ。いやでもね、長月どのルートできた。いや俺上から。上から。今ここってあれだよね、うん、この商店とキャンプ場のとこに死体あったんだよね、今この流れって多分。だとしたらタイミング的に最悪なんだけど。カエルともう一人いなかった。え、馬面もいたな。馬面もいた。準備室の方で見た。暇人、え、暇人は？まあ、馬面さんは上から上で来たから助けてよ。馬面さん上から降ってきたから。あ、そうだ、上から行ったら上から。いなかったくない、暇人。え、俺ずっと助けた、俺、集結所。いたのはいた。え、いた。ああ、まあ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 。いた。いや、まあ、その、死体増えた瞬間、いた。死体増えた瞬間、タイミングのことを言ったんか。うん、そう、ね。いなかったのは、コノちゃんは？私はずっと単独行動してて、最後、キャンプ場かな。訓練場からキャンプ場に行ってかな。キャンプ場に行ったタイミングで。セレブが死んだの見た。私死体探しに行った。キャンプ場で、いや、ほんと入ったばっかだから、死体はマジで見てない、知らないって感じっすね。誰も見てないキャンプ場で最後。まあ、出来長で釣るか、好で釣るかの二択です、今。僕、集結場と礼拝の祠と、商店の間を行ったり来たりしてたから。いや、俺はもう好さん入れるけど、普通に。いや、いいけど、まあ、特に証拠も落ちないから、私何にも誰とも行動してないから。そうね。この死んだ瞬間で白取れるのが、イニン、カエル、ウマヅラ、俺なんだよ、ね。暇人さんも、まあ、暇人か、ね、俺もね。暇人もまあ一応取れるから、どうなんだろう。死体何個、あれ、霊媒で見たときに、霊媒のクールタイム中に2キル起こってるから、まあ、とりあえず、このタイヤにいいのかな。あったとしても長くて2つだから、まあ私ではないけど、まあ、何も証拠落ちないし、特に誰とも会ってないんで、なんとも。他はわからんの。わからないんだよ。あっ、ワンチャン、ワンチャンあるんすよ。これダブルキルプラス、打ち切りで勝てるぞ。てか、あれだ、俺トーマス君言わなくちゃいけないこと、あったわ。いや、なんかみんな固まった時あったじゃん。そう、うまそう。あったね。そん時に死体がずっと増えてなくて、まあ、長月離脱した瞬間死体増えたって感じだったのよ。ねえ、なんかそういうと本当に疑わしくなるじゃん、僕が。これ僕の根拠です。これ僕の根拠です。違うって。まあ、ちょっと。わかんない。ついてない可能性あるからな。長月マークしといて。長月、そっか。まあ、長月の横の二郎か、普通にこのトーマス君。そういう星の元に生まれてそうだよ。いや、でもその、トーマス君、やめてください。待って、トーマス君なんで長月敵横の二郎だと思う。そこにいたって一緒に来たじゃん、右から。ああ、なるほど、ね。気持ちいいっすね。え、ちなみにさ。え、だから、で、こう聞き流そうとしたんだけどさ、半分ディディさんが開幕でデキさんと LINE 繋ごうとしたのちょっと俺覚えてて、だからまあデキさんがその疑うラインに入ってくるんだったら、まあちょっとデキどっち、何が忍者アンダーテイカーどっち、なんでもう俺のこと疑わないでよ。ああ分かった分かった。でどっち、どっちって何違うの、ひまじさどういった、なんかあの人だけさ挙動不審なんだよな。それはそう、いつもなんかあの人なんか単独行動してる、ここで死んでたんだ。あれひまじさどこ、ここで死んでたんだよ。ここで死んでて、で出来横と流しどっちから来たの。俺こっちから来た。ここですれ違ったんだよ、こうやって。そう、うん、だから何が言いたいかっていうと、俺が忍者ってことなんだよな。そういうことなんですよ。そういうことだったんだ。マジか、オッケーじゃないんだよな。ここで
え、忍者忍者これ忍者忍者忍者あーじゃあできよこかいいねいいねあそういうキルできるのかえ忍者って何回も使えるのこの人じゃなくてあクールタイムが普通の3倍あーそれだけかあやばい俺トロールした長崎さん何やってんだあの人何やってんのこれ通れないところかこれ宝石宝石金長崎下 S キー押してよ長崎あじゃあ下下下 S キーずっとさ押しててこれいけるよいけるよこれいけないいけないこれが限界まだいけるまだいける無理でしょここまでいけるよここまでいけるんだよ無理でしょこれ以上今なんかで壁グイーってやってれば大丈夫なんだよ行ってみようや行ってみて行ってみて行ってみて行ってみよう無理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 これ以上いけんってあまだいけんねんもうちょっとしていけんいけない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 それ以上いけるもうちょっとしていけんねん合ってないちょ行ってみよういけないってほらお、ほんとだ止まってるこの確かめ方できんねやここみんなどこ行ったあれみんなどこあれみんながいないあれ普通にみんないないんだけどあ、いたおら死ぬあ、あ、ほらあ、え忍者強い、やるな、デキさん忍者強いすげえ俺が違った、俺が違った手がもうほとんどデキおこしか活躍してないなんかもう猿と、猿と魚の足布すぎたマズラとカエル上で遊んでてダックの、ほかげ降臨いやー、上がってきてくれてよかった入れないの入れないあー、びっくりした上がってきてくれてよかった忍者めっちゃいい忍者接触あるのに忍者やめっちゃ楽しいよちょっとセレブと霊媒なんかちょっと被ってるからセレブ消してなんか時系団に時系団にしておきます時系団にしますセレブ消していやあそこでベキさんありがとうございます本当いやほかげだったな今の俺トーマスってレディレディおいアサシンザル何やってんのお前えなんかいなくなったぞご飯食べてきますありがとうございますいやさっき言ってくれそれ猿さっきご飯食べる人いないって話ですさっきご飯食べる人いないって聞いただろこれ聞いてます泣いちゃったこれ聞いて泣いちゃったキルできるセルブ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 タダシャガに自由にタスクさせよう。あのマップでタスクの方向もノンストップで行きまくって俺全部ついていくわ。あそこは通れません。そこは通れません。なんだよ。はいはいタダシャガタダシャガ白であることが分かりましたこの瞬間。いや俺タダシャガに無限についていこう。えここのタスクどんなタスクですかトマスさん。カエルをしばく。カエルじゃねえよネズミ。はいジローです。セルブ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 お前何してんのここのタスク何を言ってみろここのタスク何を言ってみろあミスったここのタスク何を言ってみろお言ってみろよ分別するやつ分別するやつあ白だ何この軍団これ忍者軍団これ忍者隊これ爆裂忍者隊かこれ忍者タートルズですね忍者タートルズこっち行こうぜ3人で誰か一人忍者だったら終わる忍者タートルズ出動怖えこれ誰か一人でも忍者だったら一応忍者あ忍者タートルズ忍者タートルズだったあれ忍者タートルズじゃないなそもそもノジャジャがあれかノジャジャとヒマスリンが人狼だったのか隠されたでも忍者だけどあれ忍者使ってないのかえ、そろそろさ、俺下に見に行きたい。ちょっと正しく走り回ろうぜ。マップぐるっとしまろう。オッケー。ここのタスク何？わかん。いやー、ごめん。霊媒って言っとくべきだったな、誰かに。あー、違う、違う。今の時やったん。違う。え、何？忍び？なんで忍ぶもん。なんで玉座の巻いたの？あの3人で馬面さんが玉座のまで噛んでるの見ちゃった。ああ、忍ばざるものだ。いや、あの、あ、じゃあいいですか。いや、ごめんなさいわ。噛んでごめんなさいわ。え？ちなみにコノね、噛んだのは。噛んでない。あ、噛んだわ。コノさん噛んだの。噛んだの。え、クソ。そうそうそう。俺っきりではないね。
や、コノさんがもうタスクしてたらさ、ウマヅラ君美味しそうだねって言ってきたから、怖っと思って。え、そこ3人いてさ、時系団だから、ウマヅラギでしょ。え、これ、もう片方も絞れんじゃないのこれ。あー、確かに。イニ、誰、イニ、誰、イニ、誰と言ったの。イニ、タダシャカとカエル。陰キャ転生は違うと思われる。で、トーマス、俺と、その根拠は。ウマヅラギ違うでしょ。え、デキョコ、長月、ヒマジン。え、俺、長月さんと言った。3人で見つけたの。え、待って待って。俺、長月さん。ヒマジンは俺、ヒマジンじゃない。俺、ヒマジンじゃない。あれ、え、後で誰といた？後で誰といた？俺、ヒマジンと商店いたよ、普通に。あー。で、カエル君は？だから今言ったよ、イニンとタダシャカと言ってた。最初に、最初にやろう。イニンタダシャカ。え、じゃ、ノジャヒマジンか、長月デキョコどっちかでしょ。まあ、俺的に長月さん絶対殺すタイミングないと思う。まあでも、一応俺ら見てトーマス一切離れてないから、俺と長月さん。ないわけでは。まあ、ライセンは。ほぼ、いや、でもトーマスとかないだらけだから。え、クンさん、クンさんこっち側いなかったから。とりあえず、ウマゾラ入れればいいでしょ。え、クンさんの死にある人いない。俺一回見せたらどこ行ってたのか分からない。俺長月さん以外の人間見てない。ライン戦だ、ライン戦。これライン戦だ。長月的横か、ノジャジャヒマジンか、俺いるけど。そうだね。てか、アサシンいるのこれ。アサシンいるんじゃない？アサシン。アサシンならダブル。マズラアサシン。マズラさん、手よ。もう、ダブル。ああ。はい、はい、僕、時系団員でーす。あ、マジでこれ出さない方がいい、マジで。バイバーじゃあ、ノジャジャ、じゃあ、ノジャジャヒマジンじゃない？トーマスなんか約束ある？いや俺役ない役ない。えっと、でもさ、俺的にクンさん開幕で噛むの大体陰キャ転生しかいないから、俺は今まだ陰キャ白い。陰キャ白い。陰キャ白い。やってないでしょ？陰キャ白い。俺、王座の間みたいな、王の間みたいなのを下に見てる。そうだ、陰キャ転生時点、俺はまだグレーだけど、俺目線だと陰キャ白い。ふんふんふん。互いが互いが。あ、でもそっか、普通にラインが。ラインさんそこはラインさんってか、ノジェさん一瞬一人でいたって言ってたし、デキョコマジで言ってない、一人でいたなんて言ってねえ、別に言ってねえ、ヒマジンどっちか殺していいよ、言ってねえ、何あれ、ノジェジェかヒマジンどっちか殺していいって言ったの、やばいやばいやばい、やめてやめて、殺すけど終わったな、これやらかしたなかなか厳しそうだな忍者タートルズどこ行った忍者タートルズどこ、いいっすか、あれタートルズ、あ、いた、忍者タートルズだいぶ厳しい。だいぶ厳しい。タートルズ厳しいな。あの、いいっすか、ヒマジンさん。これヒマジンさん人狼仕草だね。はいはい、いや、これ。いや、あのね、俺殺されないように今来てる。ヒマジンさんの俺人狼仕草言っていい？ヒマジンさん、あの、タスクやりまくるかどうかでしょ。そう、開幕でタスク最短ルートで今、普通に出来お子さんに追われてるから、はいはい、この時間が。あの無駄なんですよ、ヒマジンさんが移動しないこの時間が。で、基本的にこの時間作るときヒマジンさん人狼です。今お前話してる、今話してるじゃん、バカか。なに何してるこれ、何してるこれ、怖い、ノジャ何してんの、ノジャ何してんの、タスク、もうやっちゃいなよ、タスクタスクやっちゃいなよ、忍者キル普通にあるぞ、これそう、怖いノジャ、やるぞ、上へ決めるぞ、いや、範囲内いると面白いよ、この時間で左行って近づくな、怖いえっ、なんか怖いなったね、絶対死んでる、ほら待て死んでる、待て警察ここで死ぬの、なんで、ああ違う、忍者使ってるマズラも、あそうだね、なんかね、ヒマジンノジャがなんかすごいベタベタくっついてくんだよ、忍者キルでトリプル狙おうとした、いやくっついてくんの、それ長月さんもじゃん、長月、俺ら離れて逃げてんのに、カエルくんです、あのカエルくんです、長月おらんよ、あのヒマジンさんがもう人狼仕草してたんで、とりあえずヒマジンさんつってください。ちょ、ガチでそれ何の根拠にもなんない、仕草はそれ直感だから、今の根拠わかんねえ、どうしよう、今停電した時にいいんじゃない、うん、まあそうだね、あ、てかデキさん、あのヒマジンかのじゃ生き残った方を切ってくれると僕は助かります、いいよ頑張ってね、俺ヒマジンさんに入れる、陰キャさんが死体になってたことで俺陰キャトーマスはないなと思って、うん、でトーマス結構白金を受けるんだよ、あ、何も状況わかってないんだけど、どこで何が起こったのかわかんない、これペンスキップで上の方でキルが起こった、最初の2キルに関係ない、忍者で殺したと思う、俺あの範囲内絶対起こらんでしょ、あの範囲内全然起こらんでしょ、いや、ここで全然起こらんっていう証言がまずもうダメです、ヒマジンさん、え、じゃあ、では範囲内におらんかったよ、よく見える、いや、あのね、停電しててわからないんだけど、いや、そうなんでしょ、俺めっちゃ左に停電になった瞬間俺ずっと左にいたから、絶対そんな忍者の範囲、5、6、7、7、それを分かってほしい、6、だから、これで暇で切って敵をここがのじゃじゃ殺したら、暇人、死体の力が終わんなかったらもう全員殺すけどね、絶対分かんない、全員分かんない、全員1回しか使えねえ、ピピーするよね、ボタン押して、とりあえず、なんか
空気合わせてだ。今伝えれたけど、これ本当に分かんないんだけど、どういうこと？あ、これ暇人やっちゃえよ、これ暇人。暇人だと思うけどな。じゃあ、デキさん、知人狼想定ね。デキさん、任したわ。デキさん、任したわ。デキさん、任したわ。ノシャシャ、あと17秒出す、お前の命。やめて、ほんとやめて。ノシャシャ、ほんとに違う。タートルズが。ほんと違うから、やめて。ノシャシャ、来て。なになになに、ロシアじゃあ、あの、ここに向かって、あの、え、A 流してる、A 流してる。めっちゃしてる、めっちゃ、めっちゃしてる、めっちゃしてる。ほら。え違うのこれ。ほら。踏みやるぞ、全員ここに向かって A 流してる。ほらほらほら、見て、この動きできると思う。この動きできると思う。さっき俺それさ、長月にもやったんだけどさ。出来横クールタイムなんで。え、逆にこの動きできると思う。普通に。イニーさん、出来横クールタイムなんで。上下、上下ですよ。イニーさん、ここに A、A 流してる。斜め移動するのが一番悪いぞ、これ。ほら、斜め移動してるから。そうなんだ。斜め移動してる、ほら。あれなんか分かんないもんなんだね。じゃあ、もしもしは、さよなら。やめて。おい、待って、もしもしは。できること、できることちょっと話し合って、話し合いたい。一回話し合って、ほんとに、ほんとに。ちょちょ、もしもしは、話し合おう。俺、ほんとに、ちょ、待って、みんな、ちょっとみんな離れて、一回。じゃあ、二人で話し合おう。二人で話し合おう。離れろ、離れろ。あ、待って、待って。なんか死んどくね。今さ、なんか大きなブロック飛んでった、今。話し合おう。じゃあ2人。ナイス。よーしゃ、ワンキル。罠か、なるほど。これもうちょい前、これ3キル4キル狙いたいな、これでも。いけたな。はよ、壁やね。今もう一回できる。これ橋次狙おう。橋次狙おう。いや、あいつらが死の瞬間見てくれるだろう。え？トマス君死んじゃった。まあまあどうでもいいや。どうでもいいや、俺が死ななきゃどうでもいいや。ナイス。よっしゃ、ワンキル。罠か、なるほど。これもうちょい上手い、これ3キル4キル狙いたいな、これでも。いけたな。今もう一回できる。これ橋次狙おう、橋次狙おう。ちょ、いやだから大きな岩が流れてきたんだって今これ。え、死んでないの？え、死んでないの？どっち？え、で、のじゃじゃ、話し合おう。ちょっと待って、一回、一回長月話し合おう。じゃあ長月はお前どっか行け。俺らがどっちか死んだら、まあどっちか人狼って分かるでしょ、すぐ。それでいいよ。一旦どっか行って。でもさ、これで残りさ、残りもうさ、この3人しかいなかったらやばいからさ。話し合いたいの、俺はできること。できること話し合いたい、一回。うん。ダメだって、それって3人しか残ってなかったら終わっちゃうじゃん、このゲーム。3人しか残ってないって。もうすでに30秒経ったら終わるか。3人しか残ってないって何？何言ってんの、お前。え？3人しか残ってないから、この段階で終わりなんですよ。ちなみに。あ、悪いこと言ったわ。え？なんで3人しか残ってないって。じゃあ、ちょっとごめん、行ってくるわ。できることさ、何？一回近づかない、話聞こえるか。どっちも殺せないとこで、はい。はい。何？どっちもっつったら今、おい。え？おお、生きてる。びっくりした、そうそう。これ、わざわざ殺せるくね？親に呼ばれて裏画面に行ってたとき。よいしょよいしょナイスクエ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 のおしゃれだ。どっちも殺せない。どっちもっつったよ。どっちも殺せないとこで行こう。話し合おう。俺は殺せるけど、ノジャシャは殺せないはずだろ。なんで？いや、俺はあそこで長月ごとお前を殺してもよかったよ、別に。あ、やっぱノジャシャなんだ。うん。俺はほかげ目指してるからさ、こんなとこでクエクエしてられねえんだよ。俺はほかげ目指してる。わかるか？ほかげか。お前忍者か。ほかげ目指してんだよ。じゃあお前クエルタイム食べてんだ、今。え、もうとっくに終わってるよ。殺せよ。来たら。長月がこっち来たタイミングで殺してる。うわぁ！何やってんだよ、お前！何してんの？デキさん、時系団だったんだ。え、今、二人死んでるから、二人死んでたっしょ、でも。ワンチャン勝つんだかもしんない。そっちだ。もしかしてこれ、決闘してたの、これ、今。決闘してた。デュエルしてたんだ。デュエル。おかげが殺すか、デキが殺したのバトルしてた。くそ、負けた。セルブヒマシンが殺して、ヒマシンが動かしてたわ。あれ、いねえわ、いいな。R をしながら歩く。トコちゃん、トコちゃん。セルフ。
ちょっと俺、黄昏れてるか、空を見て。だからちょっと止まっとくとなんか、あれするのいいね。なんかアップになるのいいね、これ。ちょっとずつアップになる。止まっておくと。黄昏れてる。ふぅ。そろそろ殺しが起こった頃だ。うん。これ、ちょっとこれ、どこ行く。どこ行くこれ。これか？あ、これっぽい。あのさ、これマジでこれこのタスクやばいってマジで全然できなくなかったわ。これえまた、えこっちがここの一帯の明かりつけるだけだこれやばすぎ。このまうわ閉じられてる。これ臭いな。これ左側臭いな。あ、陰キャさんなんでこじられてる。陰キャさん黒じゃね。え普通にいたよ、もともと。え、どういうこと？黒だ。は？意味わかんない。え、どういうこと？は？嘘。え、これ左側とかなんか全部扉を閉じられてる。え、ホームつくん？本当だ。おい、トラップ使ってこいよ、誰か。おい、かかってこいよ。普通にやっぱ人狼じゃねえ。なにそれ？あ、いいね、引っ張んの。でも人狼だったな。二人狼そこにいると思わなかったな。くぅ。くしょ。やばい。なんか無言で追いかけてくるの怖い。彼も好きに動いていいよ。やばいやばい、ドラクエされてる。なになになにしましょう。やばい、ドラクエされてる。テロロロロ。これ取って、取って、取ってもついてくんだけど。え、あの、なんすか？クーさん、クーさん、なんすか？やべ。まあいいや。あれ、ただしゃかとこは？失礼します。大丈夫そうだ。はい、ただしゃか、あのね、え、長月、何が釣れたか教えてね。あ、了解です。いや、助かんのか、人狼もあるから意味ねえのか。何が釣れたとかある？いや、ないよ、いろんなもの釣れるよ。あ、危ない、ここ。ちょ、物だけ行ってみるか。一人死んでる。あ、やべえ、行っちゃった、終わった。I am アサシン。あ、I am アサシン。やばい。いや、もう、いや、俺はクーソンを信じるわ。I am アサシン。会議どこでしたっけ。え、忘れた、こっちじゃない。いや、俺は信じる。え、これじゃないの。あ、違うわ。え、どこだっけ。これじゃない、違う。どれ。ちょっと、わかんなくなっちゃった。わかんない。なんで釣りしてんの。あれ釣れないんだけど。え、なつだよ。え、じゃあ、とりあえずこれつけない。あ、そか、それでできんの。ケニー、そっちのやつ、そっちの、この殺せ、この殺せ。あなるほどね。忍者カード。ほかげか。やばいやばいやばい。やばい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 。なんか集めてる集めてる。やばいこいつ。業者対アンチシ作ってる。業者いた業者いた。死体アンチシ作ってる。屠殺業者いた。忍者転生もあの王座のまで2キルしてた。そうだよ、ボタン押さなきゃダメだよな。普通に告白されたことはボタンって、ボタンってあれどこ。いや、どこにあるの。あの、ボタン押しに行こうと思ったけど場所が分かんなくて俺らアタクタしてた、終わってた。あの、なんか祭壇みたいな、なんだっけ。あの、神様の祭壇。あー、生き逃げるとこなんだ。殺して無言でしたい、運びまくってた。強いわ、運ぶの結構楽しくやろうとしたんだけどな。楽しい。だっていいか。クソ面白かったわ。めっちゃトイレ行きたい。セルトイレ行きたい。長月トイレ行きたいから見張っててくんない。俺のこと。オッケー。お、え、ちょ、イニ俺トイレ行きたいから見張っててくんない。二人で。はい、あれ僕がいるよ、僕は。いや、二人。
いや、お前人狼だろ、今の動き。お前人狼だろ、それは。それは人狼だろ。いつも。あの動き怖すぎだろ、マジで。おい、ついてくんなよ、マジ。おい、ついてくんなよ、タスクできねえじゃねえか。おい、デキョコだろ、お前。お前だろ。いや、もう殺される。あー、殺される。あ。え？なに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 、え、何の時間今の、え、怖い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 、俺が言いたいんだけど、それ俺が言いたいわ、それやめて、殺さないで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 、やめて、本当にやめて、本当にやめて、殺される。マジでちょっとトイレ行くやん、あいつ。ちなみに、ちょっと池さんに兵かけてるわ、今くさ。じゃあ、そろそろ他の場所気になる。ちょ、軽くに行こうぜ。長月見といて、長月見といて。え？あれカエルくんじゃない？ちょ、誰これ？ウマヅラハギ。ウマヅラハギだよ。魚類じゃ、魚類。え、行かない行かない？下見に行かない？お、魚類？僕も。下見に行かない、下見に行かない。あの、探しに行かない、あの、ウマヅラさん？じゃあ、俺通報鳴らしてくる、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 俺。あー、オッケー。さすがになんか、おかしくない？俺このゲームガチやってるからさ、遊びじゃないんだ、くんさん。やめてくれよ。マジでやってんだわ、このゲーム。どこ？じいさん。ガチわかんない。はい。じいさん何してんの？え、ずっと追われてる。普通に人狼だと思ってるから。俺人狼だよ、暇じいさん。暇じいさん殺す。はい、うん。俺アサシンだから、暇じいさん役職教えてくんね。暇じいさんに役職打つわ。俺ね、俺グースなんだわ。グースだったら、グース射撃するか。ないな。グース射撃するわ、俺が。一本釣り！よし。ひまじさん、ひまじさん、罠のところで俺ら二人で待機しようぜ。罠のところで。罠行こうぜ、ひまじさん。絶対嫌だ。いや、俺まだ死にたくない。罠行こう、罠行こう。まだ未練ある。罠行こう。じゃあ、罠の場所教えてあげますよ。罠どこあんの？ま、まじ、まじ、よくわかってないんだけど。え、でも罠はね、あの、赤いタスクやんなきゃダメなんですよ。偽のタスクを。あ、そうなんだ。え、あのさ。誰も死んでない。あのさ、あのさ。うん。はいはい、どうしたの？ひまじさんとくんさんが一緒にいて、うん、赤いタスクをやらないといけないって言ってた。あ、いや、それは普通に、あの、暇人の俺に教えてやるとかって言ってただけだから、別にあんま関係ない。あの、俺もこれちょっと鳴らすのに関して、まあ、インゲさんがちょっとトイレ行ってて、今。うんうん、まあ、それを、まあ、長月が見ててっていう感じになってたんだけど、なんか、その余った人で、俺、死体探しに行かないかって言って、うん、そのなんか、マップ練り歩こうとしたんだけど、馬面さんがなんか一向に動かなくてさ、遅延行為してくるんだよ、こいつが。いや、違う違う、タスクしてたの、タスク。そこのなんか意味わかんない、なんか階段の奥見るみたいなタスクしてて。あー、てかイニーさん、僕のことカエルくんって言ったよ、最初。色が似てるから。色が似てるから。怖い怖い怖い。あー、スキップスキップ。イニーさん、僕のことカエルって言ったよね。普通にじゃあスキップね。すいません。いや、待って、それはそれは申し訳ない、ほんとに。色が同じよ。いや、ウマヅラハギもカエルも同じぐらい無名だから、イニーにとって一緒ってこと。分かれ。よし、イニーを一緒に行動しようぜ。とりあえず、分かれ。まあ、死体確認は下、死体確認は下。分かれ。俺関係ないのにそうされるのはちょっとな。モブってこと。イニーじゃ一緒に行動しようぜ。え、俺行動しようぜ。なんで敵横に人前って。スキップですよね。忍者さん帰ってきた。これ敵を怪しいな。貝の固まってた中になんかいてもおかしくないよね。陰キャトーマス、ウマヅラ、長月みたいな。殺しが起きなすぎるから。そう。で、赤のタスクの場所がいろいろあるんですけど。殺しが起きなすぎるから。そう、それはそう。俺ちょっとウマヅラさん一人だけで怪しい。ああ、ダブルキルした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 、ダブルキルで、ウマヅラさんとカエルさんがやられました。タダシャか、ノジャ、俺、あと誰。え、とりあえず僕目線で、確定委任さんで、あともう一人誰だろうってのが僕目線です。なんで長月いるって言わなかったのか。たぶん、あの、え、噛んでる瞬間が普通にもう真上にいたから。あ、二人同時に噛んでる可能性もあんのか。だ、忍者の可能性もある。いや、てか忍者の可能性とかじゃなくて忍者でしょうか、間違いなく。そんななんかバシバシとかってできないし、やる意味もない。忍者だと思ってんのね。他いた人は、俺もいたけど、俺遠かったから。いや、ノジャ近くいた、ノジャ近くいた。
いいね、今のはいいね。今のはいいね。ダブルキルプラス、なんか他に人狼いたんじゃないの？なんか、それで集団全員殺そうとしてたとかない？とりあえず、いたのが、イニン、長月、ノジャー、タダシャカ。人狼の話は聞かない。いや、ノジャー、いたのタダシャカ通報したってことは、タダシャカ違う。タダシャカの目腐ってる、マジで。終わってるって。俺、いや、俺遠くいたって言ったのは長月だよ、ちなみに。タダシャカじゃない。長月も言ってるし、私も見てる。これ、ただ、イニン人狼で間違いないでしょ。2票入ってるもん、1票ずつ入ってる、長月と、なんか、ノジャジャに。スキップ2が落ちたという考えでいいんだ。スキップ2は謎。アカタスク、こちらっす。アカタスクが、ここにも岩を転がすアカタスクが、こっちに存在しろ。岩って何なの？あれでも左のさ、細長い通路じゃないの？ここが、このタスク、ここのタスクを終わらせたら、人狼は赤い。で、岩落ちるのがこっちっす。あ、今は知ってる。今は俺、あの、幽霊で見てたから知ってる。俺のやりたいことはただ一つ、罠キルだ、罠キル。あ、知ってます？うわー、落ちてきた、落ちたな、今。今落ちた、今落ちた、今落ちた、今落ちたぞ、今。まさに今。え？今落ちた、今、トーマス見てる。会話で聞いてただろ、俺らが通るって。今の中の誰かじゃね？今言ったところの。この二人違う。いや、あれ、多分人狼、あの、幽霊、イニンさんが転がした。あー、そういうことか。君暇人は白目で見れるよ。ね、1分間マジで怖かった今。じゃあね、ここ上行けないってこと？じゃあここから。今1分間大丈夫なんですよ。1分間大丈夫なんですよ。1分間は。ここから弾落ちてくるんで。あと30秒ぐらいしたらもう一回使います。見てますよ。見てみますよ。なんかんだろ。俺じゃないって。何？いや、ついてくんなよ。ついてくんなよ。何を今の？え、なんでついてくんの？なんでついてくんの？なんでついてくんの？え、なんでついてくんの？なんで社会人ついてくんの？なんで社会人ついてくんの？逆でしょ。いきなり一人で動いたのまずか。長月。長月。あ、怖い。長月か。僕の仮説では。いや、俺の可能性ないだろ、あんな遠くにいたのに、逆に。分かるでしょ、俺ね。ミキルじゃなくて、あ、全滅させようとしたんでしょ？分かるよ、言いたいことは。そう。で、ただしゃかの、ただしゃかのあれが遅く、早かったっていう説。その可能性があるとしても、俺、イニン一番最初に押したよね、ちなみに、お前らより。確かにそうだけど、中野性おかしくない、普通にだったら。お前、考えてみよう。一番最初にイニン殺すかね、俺が。話し合いの中でなんとなくいいかもしれないけど、やるか、俺が、それ、誕生日で。確かに。でしょ？ごめんよ、うん、信じろよ、人鳥頭だったわ。人信じろ、はい、タスクやって。俺作っていくから。これあとデキヨコさんが人狼だよ、ちなみに。あとえ、なんでそんなことかわかんない。あとデキヨコさん人狼だから、これ。お、図星ですか、図星。なんでちょ、もう一回誰か転がしてくんねえかな。いけそこいるよ。ここいて。いけさん、そこいて。もうちょい前。もうちょい前。いや、ダメ。いや、たらしゃが。やばいやついる。たらしゃが、そこいて。え、そろそろ、ここ。まずい。ダメ。そこいて。うわぁ、危ねえ、助かった。はい。何？なんか鳴らすべきかなと思って鳴らしてみた。あ、偉い。とりあえず。助かった。いや、いいよ。助かった、大丈夫。いや、違う、別に大丈夫。タラシャカ大丈夫だ。ヒーさん、何も喋らない。タラシャカ、いけないっすよ、タラシャカ。イマジ、何も喋んなくていいよ、もう。え、どういうこと？え？いや、違う、いい。俺たちの世界があるから、俺たちのゲームしてるから、ちょっと、ほっといて。やめてください、一緒にゲームしてる仲じゃないですか。混ぜてください。え、混ぜてください。命かける自信あるんだったら、闇のゲームに参加していいよ。いや、じゃあ、かけます。いや、すいません、闇のゲーム。じゃあ闇のゲームに参加してみたら左上行こう。行きます。ここで参加して生き残れば。いや、生き残ったら1000万。おお、やった。頑張ります。車買うぞ、車。命相当かかる。車も買えるし、もう何でも買える。借金も返せるよ。マジ？行こう。奨学金も返せる。来て。レッツゴー！行こう。今ほら言うね。え、長月、闇のゲームは俺らこうやって往復して、これ人狼が発動させたら負けの闇のゲーム。あの、大矢を最悪、これ何も楽しくないじゃん、このゲーム。3秒止まろうぜ、3秒止まろうぜ。次から1、2、3。長月さん、長月、闇のゲームだ。2、3。おお、1、2、3。おお、強い。2、3。1、2、3、4、
おおおやるライアーゲーム見てはいよ来いや1、2、3、4、5、6、7、8闇のゲームこれが闇のゲームこれすごちょっと待って闇のゲーム行くか俺も闇のゲームさどうせ7人くらいいんじゃねえのこれえっあディクソン死んだ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 えクンさんディクソン殺しちゃったやったクンさんディクソン殺しちゃったえっ3秒止まるゲームだよおぉええなんか死にすぎじゃないしたんですけどあ暇人死んでるえなんかで、デキオコも死んでないデキオコも死んでるえ、デキオコは俺らの前に引かれたっすよあー、槍のゲームで死んだな引かれたのデキさんの顔だお話ねえ、なんか落としたんで誰死んだのかなと思って確認しました。いや、別に闇のゲームやってるだけだよ暇人が、いや俺と暇人と長月で3秒数えるゲームやっててあイニンが落としてるからイニンのなんか采配次第で誰かが死ぬみたいなで暇人が死んでで記憶は知らない巻き込まれたかって暇人さん先に負けたとそういうこといやあいつ大したことなかったわうんであとは俺と長月のバトルだな勝ちますよ僕はいあっ馬ずらはぎはもう死んでたっしょあーじゃあデキオクさんも一緒に引かれちゃったそうデキオちょうどねちょうど橋渡ってきたところに暇人も一番かわいそうすぎる一番1000万もらえる可能性すらなく闇のゲームさそう参加してないのに死ぬ闇のゲーム参加者してないのにタスクで終わりそうだな闇のゲームしてる間に闇のゲーム中にタスクで終わりそうこっちかなるほどいやー緊張だなこれで勝てば1000万これなんか まだなんかできないんだっけはいじゃあどうぞえ、うん、はい1、2、3あ早っこんな早く落とせんのかでもこれ闇のゲーマーたちがどんどん死んでんだけど闇のゲーム勝てるよくんさんからデキレースじゃねえかよこれこれくんさんがくんさんが負けるわけないじゃんこれくんさんがやってんだそうそうそうデキレースだったそうだ全部くんさんがやってるからだまされたもん1000万やばいトマスくんはい俺デキオコさんだと思ってたんだけど人狼あでも人狼も罠で死ぬから普通にあのさあの物食う怪物の目の前あるじゃん橋うんあれ あそこ赤いタスクあるじゃんトーマス、うん、役職は？はい、冒険家。役職ない。冒険家。ああ、あれこれ伝えに行ったら。一、二、三。一、二、三。三。おい、闇のゲームやるぞ。おい、まず止まれ、止まれ、止まれバカだれ。まずただの社会人止まれ。まずいいもうじゃ闇のゲームしないからしないしないえ何してるこれ怖すぎる話を闇のゲームに勧誘してるもう長月が死んじゃった引かれちゃったからかタダシャが勧誘しに来たタスクで終わりそうじゃねこれタスクする気ねえけどねタダシャかこっちだってお前はお前こっちおマジですかいや行きますよじゃあ3秒123まあ行こうこっちからここからスタートここからどこすえ、違う、こっち違う、そこじゃない、そこじゃないおい、バカ、お前ここから走り抜けて通るやつえあなるほど違う、こっち平原で見えこっちあ、いたはいはいはいわ、やめろおい、絶対白なので、その動きやめろ、マジで白だろ、俺知ってるからなんでもう残りクーさんだから、絶対にこれ、うん、分かるじゃんクーさん噛んでみるえクーさん噛んでみる時系団なのじゃあやってみあ、そうやってみよう、クーさん行く行こう、だってもうどうせクーさんじゃこんな遊びしてることこういう遊びしてるときに大体人狼だもんもうわかるじゃんまあそう、俺もそうクーさんもじゃボタン残ってる何もじゃボタン残ってるあるよあ、気が向いたら押して気が向いたらえ、トモスくんはい
マス君、残ってる？残ってる？ボタン？あ、あの、会議。あ、残ってるよ。押す？押さない？なんか怖くない？なんか死んでる。クーさんって言ったもんは。長月が死んだ。では待って。クーさんですよ。正しかった。実質言ったらクーさんじゃないの？いや、俺いなかったよ、結局。クーさんと何してたの？いや、俺はもうだってジル分かってるもんで、ね、もうまたでもなんか遊びたいんでしょ、クーさん。いや、まだやろ。はい、らしい。はい、はい、らしい。あ、じゃあ役職教えてくんね。役職。いや、アサシンや、役職教えて。役職だけちょっと教えてほしいわ。あ、トーマス冒険家、トーマス冒険家。待って、トーマス冒険家。ガチでまずい。トーマス冒険家ってこと？オッケー、冒険家ね。はい、一人やった。ガとりあえずこれスキップでいいか。とりあえずスキップする。いやー、すごいな。これどういうオチに持ってくるの？ヤクーさんだから、ここは。あー、いいので自分も出して。大丈夫。クーさんが勝って、ヨシちゃんとうちが一番しょうもないよ、ちなみに。いや、ちょっと来てくんない？全員集まろう。オッケー。うん、ちょっと試したいことがある、俺には。多分、オチ考えてるんだと思う。ここまで遊んだなら。こっち来て。うん、あれ？あ、違うか。これ、クーさん、ちなみに、人狼の時に遊ぶのバレますよ、普通に。ここいて。重なって、俺に。俺に重なってくんない？完全に。完全に重なってくんない？そうなんか、ウキウキで言ったら、違和感があって、死ぬわ。超かわいそうだったね。マジでついてなかった。